ごかった。こりゃ確かに熱狂的なファンがいるわけだよ。そうね、イリアもすごかったけど、リーシャさんもすごく良かったわ。あのイリアがあれほど入れ込むのもわかるわね。そうだね、プレ公演の時よりもさらに息がぴったり合ってるみたいだな。そういえば例の事件はあなたたちが解決したのよね。この前イリアに連絡した時にあなたたちのことをすごく褒めていたわ。いずれ事件を題材にした舞台を企画して特別出演してもらいたいとか。いやさすがにそれは冗談なんじゃ。との付き合いは長いけど割と本気だったりするのよね。すぐに気が変わることも多いから大丈夫だとは思うけど。そう願いたいよ。なんかあの人に強引に迫られたら断りきれない気がするんだよな。あれでも結構気を使うタイプなんだけどね。そういえばダンディ君には悪いことをしてしまったかしら。チケットがもう一枚あったら一緒に誘うところだったんだけど。気を使う必要ないって。俺たちアルカンシェルからは別にチケットをもらっているしさ。それに今頃ランディ、セシル姉の後輩の人たちと楽しく遊んでるんじゃないか。ああ、記念祭中は警察の仕事も相当増えるしね。この前の事件のご褒美に初日だけ休暇をもらえたんだ。お疲れ様。そうそう、今日はうちで夕食を食べていってくれるんでしょ。お母さんたち楽しみにしていたわ。うん、ごちそうになるよ。でも夕食までまだ時間がありそうだな。祭りの様子を見物しに行こうか。あ、ごめんね、私これからちょっと待ち合わせをしちゃってて。待ち合わせって、まさかひょっとして。これからイリアのメゾンで会う約束をしているんだけど。なんだほら、例のリーシャさんを紹介してくれるらしくって。よかったらロイドも来る？お互い顔見知りなんでしょうし。いや遠慮しとくよ。女性ばっかりの集まりに野郎が邪魔するのもなんだしさ。というかなんとなくイリアさんにいじられそうな気がするんだよな。ありがとう。私も夕食には戻るつもりだから、ロイドもそれまでにはうちに来てね。ああ、分かったよ。タイミングが悪かったな。もうちょっと兄貴みたいに積極的になれるといいんだけど。総長か。二人とも私服だから一瞬誰だかわからなかったよ。まあたまのオフですから。ロイドさんは普段とあんまり変わりませんね。ああ、普段から行動しやすい服を着ちゃってるからね。二人は姉妹でデートかい？妹なんかとじゃなくって彼氏と回りたいんですけど、そんなの作る暇もないしな。お姉ちゃんひどい。忙しくてたまにしか会えないから
れるって言ったのに。はいはい、わかってるって。そういえばロイドさんはここで何を？誰かと待ち合わせなんですか？あ、いや、さっきまで連れがいたんだけど、この後予定が入ってたらしくてさ、当てが外れてどうしようかって思っていたところなんだ。お姉ちゃん、これって、ひょっとして振られちゃったのかも。さっき声をかけた時にちょっと表情が曇ってたし。何か勘違いされてるような。ロイドさん、お暇だったら私たちに付き合っていただけませんか？実は港湾区の公園でミニライブがあるらしいんです。私たちこれからそちらに行くつもりなんですけど。ああ、そうなのか。面白そうだけど、せっかく姉妹水入らずのところ邪魔じゃないかな。いえいえ、ロイドさんならオッケーですよ。他の男の人だったら全力で阻止してますけど。あのね、まあいいや。そういうわけでせっかくだから付き合ってくださいよ。ちょっと二人とも誘ってくれるのはありがたいんだけど、さすがにこれはちょっと。まあまあ遠慮なさらず。そうそう、両手に花ってやつですよ。それじゃあレッツゴーです。なんか誤解されてるみたいだけど、まあいいか。あれはかかってこいや。言うまでもないさ。行くぞ。あれは何をしているのかしら。それほど険悪な雰囲気ではなさそうですけど。ただの怠慢ってわけじゃなさそうだが。とにかく事情を聞こう。幸いワジもバルドも来ているみたいだし。ちょっとちょっと、あなたたち何してるのよ。うん、まったく。連絡を受けて見に来てみればゾロゾロと。あなたたち旧市街のテスタメンツとサーベルバイパーね。喧嘩は終わり、とっとと解散しなさいよね。なんだてめえらは。遊撃士協会に所属する者です。あなたたちが喧嘩をしていると連絡を受けて仲裁に来ました。遊撃士だと？エステル・ブライトにヨシュア・ブライト。雑誌で何度か見かけたことがあるね。そりゃどうも。あなたたちが両チームのリーダーってところ？一応ね。僕はテスタメンツのマジ、こっちはバイパーのバルドさ。情報通りだね。見たところ喧嘩をしているわけじゃなさそうだけど。単なるお遊びさ。せっかくの記念祭だからね。どうせだったら普段と違うことをしようと思ってさ。それで勝ち抜き怠慢バトルをしようってことになったわけさ。勝ち抜き怠慢バトル？両チームから5人ずつ出して1対1の勝負で勝ち抜き戦をさせる。対象はワジと、そちらのバルド。最終的に負けた側が勝った側の記念祭での飲食費を払う取り決めだ。なるほど、試合みたいなもんね。それなら別に構わないか。って違う違う、試合をするのはともかくこんなところでしちゃダメでしょ。ここは人通りも多いんだし、別の場所でやればいいじゃない。ふん、そんなのは俺らの勝手だ。しかしてめえ、遊撃士だかなんだか知らねえが、
随分と偉そうな口を叩きやがるな。調子に乗ってんじゃねえのか。 あのね、調子に乗ってるのはあなたたちでしょ。私は常識的なことを言ってるだけじゃない。この甘い。どうやら少しばかり痛い目に遭いたいらしいな。そこの黒髪の野郎と一緒に可愛がってやってもいいんだぜ。よしや、どうしよう。まあ周りの目もあるし、あまり大人げないことはしない方がいいと思うけどね。やっぱり。てめえら何ぶつくさ言ってやがる。このお肉抱きのバルド・バレス様が怖くねえのか。やめときなよバルド。そのお姉さん武術込みだったら多分君より強いよ。何？へえ、わかるんだ。なんとなくだけどね。そちらのお兄さんは実力的にはさらに上なのかな。まだまだ修行中の身だけどね。ヨシアの方が上っていうのは確かにそうなんだけど、決めつけられるとそれはそれでちょっと納得いかないわね。まあまあ、遊撃士の仕事は何も戦闘だけじゃないんだし。こんな小娘が俺より上だと？だったら証明してみせろや！エステル。大丈夫、任せて。せい！ほら、言わんこっちゃない。ワールドさんが！なんだ？あれが遊撃士。大丈夫？悪かった、侮ってたみてえだな。だがよ、さすがに舐めすぎなんじゃねえ。エッセル。やれやれ、君たちもちょっと調子に乗りすぎじゃない？ああ、そうみたいだね。だからといって謝るのも筋が違うとは思うけど。目の色が変わりやがったな。わかるぜ、てめえは相当強い。そういったやつを叩きのめすのが何よりも楽しみでな。とっとと抜けや。ああ、ちょっとヨシア、あたしは大丈夫だから、あんまり本気にならないでよ。待った。あれ、ロイド君たち。話は聞かせてもらったよ、双方とも。まずは落ち着いてくれ。ついてられるかよ、遊撃士。いいじゃねえか、噂には聞いてたが、まさかここまでゾクゾクさせてくれるとはな。だから落ち着いてくれって言ってるだろ。そもそもここは公共の場所だ。怠慢勝負にしても筋を通すにしても他の場所でやってくれ。そうは言ってもね、ここまで盛り上がった以上、はい、解散ってのもあれじゃない？マジ？バルドは頭に血が昇ってるし、お姉さんたちもお仕事で来ている。お互い勝負するくらいしか筋は通せないんじゃないかな。その通りだぜ。私もなんだかちょっと腹が立ってきたわね。そっちがその気なら決着をつけてもいいんですけど。上等だ。ああもう、ヨシア、君も何とか言ってくれよ。ごめん、僕もちょっと引けないかな。それじゃあ僕はバルドに加勢しようかな。さすがの君も
その二人を相手にするのは厳しいだろうし。勝手にしろよ。だー、だからなんでそうなるんだって。困ったわね。このままだとすごい乱闘騒ぎになってしまいそうですね。よう、そんなにやり合いたいんなら別の方法でやればいいんじゃね。せっかくの祭りだ、遺恨を残してもつまらねえだろう。だったらスカッとする方法で決着をつけるっつうのはどうだよ。スカッとする方法だ。ランディさん、どういうこと。ああ、そいつはな。なるほどね。旧市街の地形を利用したチェイスバトルか。なかなか楽しめそうじゃない。いいじゃねえか。妨害あり、何でもありの喧嘩レースってわけだな。スピード、パワー、テクニック、それに駆け引き、一通りが必要になるわけですね。へー、面白そうかも。ははだろう。だろって、ランディ、な、喧嘩にならないのはいいけど、結局周りの人たちに迷惑をかけるんじゃないかしら。まあその割には皆さん見物に集まってますけど。まあいいんじゃない。なんかお祭りっぽくてさ。それで本当に君たちも参加するわけ。仕方ないだろう。ここまで関わっておいて知らん顔はどうかと思うし。やれやれ、真面目だね。ランディの提案だろ。その代わり完全に試合形式にしてルールから外れたことはしないこと。決着がついたら遺恨は残さず、それ以上は争わないこと。私たちはもちろん遺恨はないけど。ふん、俺もそれでいいぜ。こうなったら遊撃士も警察もまとめて相手をしてやるよ。誰が一番か証明するためにな。それじゃ正々堂々と戦いましょう。それとさっきは私の態度も悪かったかも。そのごめんなさい。は？またすげえな、相変わらず。すごいね、お姉さん。このタイミングで謝ったらレースの意味がないじゃんか。でも試合形式にするって時点でなんかどうでもいいっていうか、お互い全力を尽くして楽しめればいいんじゃないの。はあ、君って子は変な女だぜ。まあいい、赤毛、ルールを説明しろや。誰が赤毛だ。誰が。さっきも言ったようにレースの基本は追いかけっこだ。ワジ&バルドの旧市街チーム、エステル&ヨシュアの遊撃士チーム、そしてロイド&俺の支援課チーム、この3チームで旧市街を3周して一番早くゴールしたチームが勝者となる。ただし各チームには毎週3カ所のチェックポイントを押さえてもらう。チェックポイントは通りの奥にある路地。衝撃を与えると点灯する装置が置かれている。こいつを3箇所ぶったたかないと一周したとはみなされないわけだ。この地形を利用することで一方的に逃げることは不可能になる。レース中は相手の妨害もかかる。それを迎撃するも何とかかわすもチームごとの戦術的判断になるな。よくできたルールじゃない。ちなみにトラップとかはありなの。ありとしておこう。直接やり合うだけじゃなくて地形を生かした妨害なんかも可能になるってわけだな。なるほど。
シア、どうしたの？いや、だいたいルールは分かりました。スタート順はどうするんですか？コイントスでいいだろう。ロイド、バルド、エステルちゃん、それぞれ1ミラ効果を出しな。ああ。ふん。うん、分かったわ。それぞれ弾いて手の甲。表か裏か、揃わなかった方が1番手のスタートとしよう。なるほど。それじゃ、ほいっと。表。表よ。裏。俺たちが1番手か。よし、そんじゃあワジにコイントスしてもらおうか。了解。ロイド、エステルちゃん、表か裏かを選んでくれ。いいよ、先に選んで。それじゃあ表で。俺は裏だ。裏、2番手はロイドたちだね。ごめん、ヨシア。いいよ、今回のルールだったら最初の順番は重要じゃない。それじゃあこれで一通り決まったのかしら。ああ、そうだな。それじゃレース前に各チーム作戦会議と行こう。一度レースが始まったらタイムとかはなしだからな。そうね。それじゃあバルド、仲良く打ち合わせしよっか。気色悪いんだよ。さて、ロイド、気づいてるかもしれんが、このレース俺たちが一番不利だ。まあね、ワジとバルドのチームは旧市街を知り尽くしている。一方エステルとヨシアのチームはポテンシャルが半端なさそうだ。そういうこった。俺たちが勝つ可能性があるとすれば、運と役割分担と的確な状況判断。俺は後衛に回るから、お前は前衛に徹してくれ。いいけど、足はランディの方が速いだろ。コンビの場合、速い方がフォローに回った方が連携が取りやすい。それに防御に関して言えば、お前のトンファーは相当なもんだ。迎撃するにしてもかわすにしても的確な判断ができるだろう。わかった、やってみるよ。どっちも手強そうだけど、参加するんなら勝ちに行こう。その意気だぜ。そうだな、せっかくだからコンビネーションを使ったクラフトもこの辺りで試しておくか。いきなり大丈夫か。なーに、お互いの癖も大体分かってるだろうしな。ぶっつけ本番にはなるが。それじゃあ号令は私が務めさせてもらうわね。最初の空砲で第一チームがスタート。5秒後の空砲で第二チームがスタート。タイムのカウントは私が担当します。では、我々は見物人が巻き込まれないよう配慮しよう。舞台が整ったみたいだね。いいえ、真打ちがまだよ。グレイスさん、やっほー、ボーイズ&ガールズ、なんだか面白そうなことをやろうとしてるみたいじゃない。お姉さんも一枚かませなさいよね。かませなさいって。ああ、何をしやがるつもりだ。答えはこれよ。レースといえばやはり実況。試
メラマンも連れてきたから思いっきり盛り上げてあげるわ。なんだか本当にお祭り騒ぎになった気が。いいじゃない、喧嘩より何倍も楽しいわよ。やれやれ、せいぜい期待しときますか。そんじゃそろそろ始めよう。そうだね、バルド、用意はいいかい？いつでもいいぜ。それではカウントを始めます。ドライ、ツバイ、アイン、ヌル。さあレースの開始です。第1組ワジ&バルドチーム、素晴らしいスタートを切りました。今第1チェックポイントを通過し、第2チェックポイントへ向かいました。第2組ロイド&ランディチーム、スタートしました。ランディ選手軽快な走り、ロイド選手もなかなかの速さです。今第1チェックポイントを通過。第3組エステル&ヨシアチーム、スタートです。チームワークは折り紙付き、遊撃士としての実力は A クラス。今第1チェックポイントを通過。先行チームの追撃を開始します。おっと、バルド選手いきなり大技だ。さあロイドチームどうする？判断は任せた。お先、ロイド&ランディ選手、ドラム缶をなんとか回避。しかし体勢を崩してしまい、ややタイムロスでしょうか。どうする？仕掛けよう。行くぞ、ラディ。ガッテン承知だ。ファイルレジ。やるね。悪いな、先に行くぜ。ロイド&ランディ選手、順位を繰り上げて第1チェックポイントを通過。おっと、ここでエステル&ヨシア選手がとんでもないスピードで追い上げてきた。追いつかれるな。おいロイド、ね、な、石灰か。おっと、なんだなんだこの白い煙は。ひょっとしてエステルチームが仕掛けたトラップだったのか。ごめんね。お先に。追いかけるぞ。来たわね。突破するよ。せいよっ、させるか。そこ、気に行くよ。チェックポイントを抑えてとっとと追いかけるぞ。よそ見厳禁だね。死ねよ。なんとなんと、追いついたワジアンドバルド選手、ロイドチームへの奇襲成功。そして第3チェックポイントを抑え、エステルチームの追撃に移ります。くそ、このままじゃ。ランディ、いいね、熱くなってきたぜ。こうなりゃとことん楽しませてもらおうじゃねえか。さあエステルチーム、広場を通過して3周目に突入。このまま独走を許せば彼女たちの勝利となりますが、おっと、やはりそうは問屋が下ろさないようです。来たわね。まさか当たり。お返しよ。はあ、やった。はあ、せいせいせい、やるじゃない。そっちこそな。相当やるねお兄さん、君の方こそ。エッセル、行くよ。うん、
バルド、追撃だ。言われるまでもねえ。激しいデッドヒートを始めた両チーム、もうこれでこの2チームに勝利は絞られてしまうのでしょうか。うわすごい、凄まじいパワーです。ランディ選手というか、あの装置完全に壊れちゃってない？なんだ、ワイヤートラップ引っかかったな。行かせるか。こら、待った、もう一人は。ヒッホー、油断大敵だぜ。クライナー、ナイスランディ。おう、このままゴールするぞ。レースを最後に制したのはロイド&ランディチームでした。ここで他の2チームもゴール。どっちが先なのかしら。まあいいや、とにかくみんなお疲れ様。観客の皆さん、惜しみない拍手を。すごいレースでした。おめでとうございます。いや、全部ランディの作戦勝ちだよ。いや、お前がいなけりゃ最後の仕掛けは成り立たねえさ。これだから男の子は単純というか意地っ張りというか、まあ女の子も一人いましたけど。そうね、そうだ、私冷たい飲み物買ってくるわね。あ、私も付き合います。東通りの屋台でいいですよね。ええ、そうね。二人ともちょっと待ってて。ああ、そういえば、なんで俺たちこんなことしたんだっけ。どうでもよくなっちまったな。ランディ、正直聞いただろ、あんな風に切れちまってよ。な、自分でもよくわからねえんだ。いつもヘラヘラ笑っている俺が今の本当の俺なのか、それともあんな風に切れちまうのが俺の本質なのか、この2年間ですっかりわからなくなっちまった。ランディ、その警備隊に入る前にはどこにいたんだ。クロスベル出身じゃないことは聞いているけど。どこにいたか。煉獄のように熱く、冥府のように寒いところかね。血も魂も沸騰し凍りつくような世界、あらゆる命の輝きとクソのような汚泥が入り混じったようなところ、それが俺のいた場所だ。ランディ、なんてな。それっぽかったろう。俺の過去なんざそんな大層なもんじゃねえさ。今はただの夜遊びが大好きなクールでハンサムなナイスガイだ。それ以上でも以下でもね。あのさ、ランディ、前にも話したけど俺には兄貴がいたんだ。え？ガイ・バニングス、捜査一課に所属していた捜査官。とんでもなく破天荒で、ありえないくらい前向きで、事故で両親を亡くした後、男手一つで俺を養ってくれて、
憧れてた人を取られても嫉妬すら湧いてこないような、とにかくすごい男だったよ。そっかお前も大変だな。そんなすげえ兄貴の背中を追いかけてるってわけか。まあね。でさ、少し白状するとランディってさ、ちょっと兄貴に似てるんだよな。え？もちろん顔とかは全然似てないんだけど、いつも俺とかエリーやティオをさりげなくフォローしてくれるだろ。そんなところがちょっと似てるんだ。おいおい、こっぱずかしいこと言うなよ。お兄さん、顔が赤くなっちまうぜそういう照れ隠しもちょっと似てるかも。うえ、だから俺ランディのことを尊敬してるところがあるんだよな。ちゃんと自分を分かっていて、他人にも気を使えるところ。同僚っていうより一人前の男としてさ。正直俺はまだまだだ。多分ランディの話を聞いても間の抜けた言葉しか出てこないんじゃないかと思う。だからさ、いつか俺が兄貴やランディと肩を並べられるようになったら、その時は聞かせてくれないか。どういどうランディ。いやー、参った参った。お嬢もこぼしてたけど、お前天性の女たらしかもな。おっと、この場合兄貴たらしってところかな。なんだそりゃ。っていうか半人前なのは確かだけど、子供扱いはさすがにやめてくれよ。何やってるんだか。はい、冷たい飲み物。ラムネの屋台があったので買ってきました。おお、ありがたいね。まあマジで助かるよ。まったく、男の子と来たら消耗したばかりなんだから、あんまりじゃれ合わないの。エリーさん、焼いてます？そんなわけあるはずないでしょ。それにその男の子同士になんで。聞いた話だとそういう特殊なジャンルもあるそうですし、これはもうフラグが立ってしまったのかもしれませんね。そうなの。悪いな、お嬢。この世界は弱肉強食、食うか食われるかが全てなのさ。あなたね。何の話をしてるんだか。賑やかだね。いや、そっちはもう回復したのか。まあね、今日のところは素直に負けを認めておこうかな。ふざけた結末だぜ。おい赤毛、今度はガチで勝負しろよ。あの最後の爆発力、猫かぶってやがったな。ああ、別にそういうわけじゃねえよ。あんだけ一気に力を出すと、その分消耗も激しくってな。奥の手みたいなもんだから、あんまやりたくねえだけさ。ちっ、あの黒髪の小僧といい。あい、さすがに今日は疲れた。てめえら、引き上げるぞ。それじゃあ僕たちも失礼しようかな。アディオス。なかなか楽しかったよ。撤収だ。やあ、はあ、レイブンたちよりも随分統率されてるわね。お疲れ様。さ
そっちこそお疲れ。なんだ、もう帰んのか。はい、もともと仕事で来ていたこともありますし。それを言うなら私たちも同じですけど。ふぅ、もう夕方になっちゃったわね。楽しかったからいいじゃない。せっかくのお祭りなんだし、ちょっとくらいは楽しまないとね。元気だな。まあそれがエステルの取り柄だから。でもランディさん、体の方は大丈夫なんですか？え？へえ、同じ匂いはしなかったが、お前もそっち絡みなのか？いえ、正確には違います。ですが多少知識の方は。そうか、まあガキの頃から慣れっこにはなってるからな。後に残るダメージはねえさ。そうですか、すみません、差し出がましいことを。いや気にすんな。ランディ、ちょっとちょっと、何二人で分かり合ってるのよ。大した話じゃないよ。それよりエステル、そろそろ帰ろう。アリオスさんも帰ってくるみたいだし。あ、うん。そういえばヨシア、例の話。ああ、そうだね、せっかくだから聞いてみようか。例の話？なんだ、なんかあんのか？うん、あのね、シュバルツオークションって知ってる？シュバルツオークションですか？どうやらこのクロスベルのどこかで開かれるオークションらしいの。何でも毎年記念祭の期間中に開かれているらしくって。で、ここが肝心なんだけど、盗品ばかり扱ってるって話なのよ。盗品？本当なのか？いや、あくまでも噂だよ。途方もない価値のついた表に出せない由来の品ばかりが出品されるという話だけど。でもその様子だと聞いたことはないみたいだね。ああ、初めて聞いたよ。警察のデータベースでも見かけたことはありませんね。シュバルツオークションか、なかなか洒落た名前だけどな。そっか、あなたたちなら何か知ってると思ったんだけど、やっぱりただの噂なのかな。うん、そうだね。ナイアルさんの情報ソースだから確かだとは思うんだけど。ごめんね、変なことを聞いちゃって。今日は楽しかったわ。負けちゃったのは悔しいけど、今度は同じ事件かなんかで一緒に協力できるといいわね。そうだな。それじゃあ僕たちはこれで。皆さんお疲れ様でした。おう、そちらもお疲れさん。ああ、やれやれ、昨日はマジで疲れたぜ。こんなのがあと3日あるかと思うとちょっとうんざりしてくるな。昨日の件は自業自得では？ああいうレースを提案したのはランディさん自身ですし。今になって後悔してるっつの。俺も歳だし、若いのに混じってやんちゃするもんじゃねえな。まだ二十歳かそこらで何を言ってるんだか。ライド、どうしたんですか？なあ、昨日エステルたちが言ってたことが気になってさ。シュバルツオークションだったか。でもただの噂の可能性も高そうなんですよね。ああ、そうなんだけどさ、クロスベルの状況を考えると
あながち噂だけの話じゃなさそうな気がするんだよな。確かにマフィアが大手を振って歩いているような場所だしな。何があっても不思議ではない。その通りかもしれません。実は前にちょっと気になる噂を聞いたことがあるわ。気になる噂？それはどういう。私が以前各国に留学していたのは話したと思うけど、その時知り合った貴族のお嬢さんから聞いたことがあるの。毎年クロスベルのある場所で秘密のパーティーが開かれているって。秘密のパーティー？いかがわしい響きだな。おい、どうやら各国の貴族や実業家が秘密裏に集まるパーティーらしくて。確かにシュバルツオークションって可能性はあるということか。そうなると課長あたりは何か知ってそうだけど。課長は今日は本部の方に行ってますね。何でも外せない会議があるとか。そうだったな。しかしもし本当だったとしても俺たちにはどうしようもなくねえか。どう考えても議員どもの指示で警察本部に黙認されてそうだし。そうなんだよな。でもな。気持ちはわかるわ。一応記念祭の間は気にかけておきましょう。何か情報があるかもしれないし。そうだな。よし、さっさと食べて今日も支援要請を片付けるか。